H19 は人などに存在する調査のオンコーディング RNA の遺伝子である。H19 は体重と細胞増殖を負に調節する役割を持つ。また、この遺伝子は一部の癌の形成や遺伝子発現の調節に関与している。H19 遺伝子は一方の親に由来するアレルのみが発現しており、この現象はインプリンティングとして知られる。 H19 は母親から受け継がれたアレルのみが転写され、父親由来のアレルは発現しない。H19 遺伝子は、ラットでは、生体の筋細胞でのみ発現するため、当初は ASM と命名されていた。H19 は、その発現の異常が、ベックウィズ・ビーデマン症候群と関係しているため、BWS とも呼ばれるほか、シルバー・ラッセル症候群とも関係している。 生死での H19 のエピジェネティックなダウンレギュレーションは男性不妊との関係が観察されている。H19 遺伝子には3つの sp1 結合部位が存在するが、これらは血質圧性で転写活性を示さない配列に位置している。そのため、H19 遺伝子の転写の調節に大きな寄与はしていないと考えられている。H19 遺伝子には c エブプファミリーの転写因子の結合部位も含まれている。C、エブプ転写因子結合部位の一つには CPGV も含まれている。この CPGV のインビトロでのメチル化は H19 遺伝子の転写を強力に阻害する。人の重毛ん由来細胞株では H19 の転写は5側の上流領域と3側の下流領域の双方から同時に制御されていることが判明している。 このような H19 の同時かつ双方向的な調節には AP に転写因子ファミリーのメンバーが関与している可能性が示唆されている H19 遺伝子の転写は E2 回1転写因子の存在によっても活性化されることが示されている H19 遺伝子は 2.3KB の RNA 産物をコードする RNA ポリメラーゼ2によって転写され スプライシングとポリアデニル化を受けるが翻訳は行われないようである。多くの研究によって H19 遺伝子の最終産物は RNA 差であることが結論付けられた。その理由は以下の通りである。H19 の機能喪失実験や過剰発現実験からは2つのことが明らかになっている。マウスでは H19 の喪失は知識的ではない。 H19 の過剰発言は優勢致死となる。H19 の機能を喪失したマウスでは BWS の新生児と類似した火星長の表現型が見られる。このことからは H19RNA の発言の唯一の機能は i g f 2の発言の調節であると示唆されている。i g f 2の過剰発言は火星長を引き起こし、また一般的に イグフには H19 が存在しない時に発言する。H19 を過剰発言するマウス肺は体制14日から出生までの間で致死となる傾向がある。マウス肺での H19 の過剰発言が致死となる理由として2つの可能性が示唆されている。H19 が通常発言している組織での過剰発言が致死的影響を引き起こす。H19 が 通常発言していない組織での過剰発言が知死的影響を引き起こす。妊娠6、8週の段階では H19 の双方のアレルが発言しており、妊娠10週から妊娠満期までは H19 は母親由来の染色体からのみ発言する。H19 の発言は内胚葉と中胚葉の組織で見られる。肺発生の過程で H19 が 総アレルの発言から単一アレルの発言へと調節されることは、その調節が肺や肺外組織の成長に必須であることを示唆している。出生直後には骨格筋を除くすべての組織で H19 の発言はダウンレギュレーションされる。骨格筋細胞における H19RNA の蓄積は筋細胞の分化の過程で RNA が安定化されるためであると、 示唆されている。女性では、H19 は出生後も思春期と妊娠期に入選で、そして妊娠期に子宮で発現する。また、H19 は出生後も肝臓、特に2倍体の肝細胞で大量の発言が継続されていることが示唆されている。ゲノムインプリンティングは、妊娠期間における母親由来の遺伝子と父親由来の遺伝子の利害の対立によって生じた。 ものであると推測されている。妊娠中、父親は母親が胎児の成長のためにできるだけ多くの資源を投入することを望む。一方母親は現在身ごもっている胎児の健康を損なうことなく、将来の出産に向けてできるだけ資源を節約したいと考える。H19 の2つのコピーにはメチル化パターンの異なる領域が存在し、この領域は インプリンティング制御領域でもある。インプリンティング制御領域は、どちらの親から受け継がれたかによって、c p g 配列のメチル化パターンが異なる。通常、父親由来のコピーは、メチル化されサイレンシングされているが、母親由来のコピーは、低メチル化または、非メチル化状態であり、発言が行われている。H19 プロモーターのメチル化は、 H19 の発現と負の相関関係にある。プロモーターのメチル化が100%に達すると、そのプロモーターからの H19 の発現は0となる。H19 の発現が低下すると同時に、11番、染色体上で隣接する遺伝子、イグフ2の発現は増加する。脱メチル化試薬アゾドで処理された細胞は、アゾドが存在しないバイチの細胞よりも生育が大幅に低下する。 またアゾドの存在下では、H19 の発現は増加するとともに、イグフ2の発現は低下する。イグフ2の発現の低下は、アゾド処理細胞の生育の遅さの原因である、可能性がある。同様に、マウス膀胱がん細胞株では、ヒト H19 の DNA コンストラクトのトランスフェクションによって、H19 は、 こう発言するが、H19 プロモーターのメチル化によって、H19 の発言は低下する。出生後には、サイレンシング状態となる父親由来の H19 のアレルは、妊娠期間とともに、プロモーターの CPG のメチル化が増大していく。H19 遺伝子は、メチル化によって、エピジェネティックに制御されており、一方のアレル状やその近傍でのメチル化によって、 そのアレルからの発言が妨げられると結論付けることができる。また、H19 のインプリンティングは、胎盤の発生初期に行われていると考えられる。さらに、不妊男性の精液資料中では、インプリンティングを受けた H19 遺伝子でのメチル化の喪失が、メチレンテトラヒドロ陽酸還元酵素遺伝子の、プロモーターの高メチル化と関係していることが、観察されている。 MTHFR 遺伝子プロモーターが高メチル化状態となるともに H19 の CTCF 結合 V6 と呼ばれる領域が低メチル化状態となる。インプリンティングを受けている遺伝子に共通する特徴は有意と分裂の DNA 合成器における複製が同期していないということである。同じ遺伝子の2つのアレルはどちらの親に由来するかによって複製のタイミングが異なる。 人の染色体の 11P15 では、父親由来のメチル化された H19 アレルは S 期の初期に複製されるが、母親由来の低メチル化アレルは遅れて複製される。遅れて複製される母親由来の H19 アレルには c t c f が結合しており、この c t c f が H19 の複製の時期を決定していることが明らかにされている。h が がん遺伝子である証拠としては次のようなものがある。H19 ががん遺伝子であることを指示しない証拠としては次のようなものがある。ん胎児性遺伝子はある組織で胎児期に発言しているが主称後にダウンレギュレーションされ生体の腫瘍で再び発現する遺伝子を指す。H19 は発がん性を持つ一方次のような性質から 万体時性 RNA 遺伝子として最もよく定義される。H19 の発言の変化は、副腎皮質腫瘍、重毛癌、肝細胞癌、膀胱癌、小液性上皮性卵巣癌、頭頸部癌、子宮体癌、乳癌、成人 T 細胞白血病、リンパ腫、種、ジン芽腫、精巣肺細胞腫瘍、食道癌、肺癌で見られる。細胞の DNA の完全性は、 ガンでは損なわれていることが多い。ゲノム不安定性は DNA、染色体の余剰コピーの蓄積、染色体転座、染色体逆位染色体の結出、DNA の一本差切断や二本差切断、DNA 二重螺旋への外来物質のインターカレーションや、その他 DNA の喪失や遺伝子の誤った発言を引き起こす DNA の三次構造の異常な変化を指す。 H19 の発言は細胞の倍数性と密接に関係しているようである。二倍体の幹細胞は高いレベルで H19 を発現するが多倍体細胞は H19 を発現しない。また、二倍体の肝陽系幹細胞は多倍体の幹細胞と比較して高いレベルで H19 を発現する。H19 のノックダウンは 肝腰系幹細胞の多倍体化の増加をもたらし誘導された多倍体では H19 の発現が低下することから H19 の発現と細胞内の DNA 量との直接的な関係が示されている他の大部分の癌とは対照的に副腎皮質腫瘍では H19 の発現は低下しているようであるこのダウンレギュレーションの原因を明らかにするため 正常な副人と家系性、選手、眼腫の副人で H19 プロモーターの12箇所の CPGV のメチル化の調査が行われ、眼腫の副人では正常な副人や家系性、選手の副人よりも多くのメチル化がなされていることが明らかにされた。正常な副人と家系性副人では H19 の発言は正常であるが、眼腫そして 選手の副腎でもより低い H19 の発現とイ g f 2の発現の上昇が見られた。H19 の RNA がダウンレギュレーションされている時にイ g f 2の RNA が存在することはイ g f 2の発現が H19 の発現の不在と密接に協約し依存していることのさらなる証拠となっている。同様に副腎眼における H19 の喪失は H19 の主要抑制活性を示している可能性があり、H19 の喪失とその後のイグフニの増加が副腎癌の誘導に関与している可能性が示唆されている。H19 の発現を抑制する上で、他の部位よりも重要な CPG メチル化部位というものは存在しなかったものの、副腎癌での CPG メチル化の増加は正常な副腎、家系性、 選手の副人でのメチル化のパターンに従っていることが発見された。正常な副人、家系性、選手、眼種の副人において、H19 の CPG の平均メチル化率は、サイト9、10と呼ばれる部位で最も高く、サイト7と呼ばれる部位で最も低かった。転写開始点部位よりも下流に位置するのサイト13、14では、 CPG の平均メチル化率に正常な副腎、家系性、選手、眼種の副腎の間で優位な差は見られなかった。他に興味深い点は、正常な副腎と家系性の副腎の間で、サイト11の CPG メチル化に優位な差が見られる、ことである。家系性と選手の副腎におけるサイト11の CPG の平均メチル化率は、正常な副腎や、 眼視の副腎とは大きく異なっており、サイト11が最初にメチル化される CPG であり、それが最終的に H19 プロモーターの後半なメチル化につながると示唆されている。重毛眼では副人眼とは対照的に H19 の発言はアップレギュレーションされ、イグフ2の発言はダウンレギュレーションされている。しかし、 H19 のアップレギュレーションはメチル化されたアレルからのものである。人の患者から外科的に除去された重毛ガンでも H19 プロモーターの高度のメチル化と H19 の発言の更新が見られる。このことから重毛ガンでは H19 プロモーターに変異が生じ、プロモーターの CPG メチル化による転写抑制を克服できるようになっていることが示唆される。 肝細胞癌では通常 H19 とイングフには双方のアレルから発現するように変化している。インビトロでの研究では肝細胞癌細胞株を低酸素条件で培養することで H19 の発現がアップレギュレーションされることが示されている。H19 プロモーターのインプリンティングは一部の細胞株で失われているものの他の細胞株では失われていないため インプリンティングの喪失が肝細胞癌の特徴となるかどうかは明らかではない。膀胱粘膜は出生前に H19RNA が高度に発現している組織の一つである。膀胱癌では H19 がアップレギュレーションされており、ほとんどのステージで H19RNA が存在する。H19RNA の存在は急速に浸潤性へ進行する傾向のある 上皮内癌や浸潤性の移行上皮癌で最も高かった。膀胱癌資料では H19 遺伝子座のインプリンティングの喪失が観察されている。H19 遺伝子の様々な多型の研究により RS2839698TC などのいくつかのヘテロ接合型の SNP が筋層非浸潤性膀胱がんおよび 膀胱がん全体の発症リスクの低下と関連していることが発見されたが、この関連性は、ほぼ接合型では見られなかった。正常な子宮内膜組織では H19 は発現していないが、子宮体癌では H19 が発現している。子宮内膜の上皮細胞での H19RNA の発現レベルは、 子宮体癌での組織文化の喪失とともに増加する。卵巣癌では、低悪性度腫瘍の75%、新純性卵巣癌の65%が H19RNA 陽性である。正常な乳房組織は、思春期と妊娠中の乳腺を除いて H19RNA を発現していない。しかし乳癌では、乳腺癌の72.5%で正常な乳房組織と比較して、 H19 の発現の上昇が見られた。H19 のアップレギュレーションが見られた組織のうち92.2%は間質細胞であり、上皮細胞はわずか2.9%であった。また他の研究でも乳癌細胞での H19 の過剰発現が増殖を促進することが示されている。これらの細胞での H19 の発現は癌抑制タンパク質。 p53 や細胞周期マーカー期 -67 に依存していない。癌抑制タンパク質 RB と転写因子 E2 回6の存在は乳癌細胞での H19 の発現の抑制に十分である。乳腺が癌細胞株 MCF-7 は H19 遺伝子を発現しないが MCF-7 由来の多在体性系統 MCF-7 アドルップでは H19 がアップレギュレーションされている。興味深いことに多剤体制を失い薬剤感受性となった MCF-7 アドルップの復帰変異細胞は H19 の発現も喪失している。薬剤体制 MCF-7 アドルップ細胞では多剤体制細胞で一般的に見られる細胞膜排出ポンプである P 糖タンパク質の過剰発現は見られず、その代わりに95桁の膜等タンパク質 P95 の過剰発現が見られる。P95 は、癌耐治性抗原と関係しており、薬剤の毒性を低下させることが示されている。多剤耐性を示す人肺癌細胞株分 CH1688 も P95 と H19 を過剰発現している。 他の多材体性細胞株では P95 と H19 の共過剰発現は見つかっていない。再発性の高等変平上皮癌では非再発性のものと比較して H19 が過剰発現している。この癌の予後分類法の開発を目的としたパイロット研究では H19 は再発の最も強い予測因子であった。H19 は後に局所的にまたは 他の部位で再発した癌で過剰発言していた。H19 の発言とイグフ2の発言に相関は見られず、H19 の過剰発言は、H19 とイグフ2を含む遺伝子座のインプリンティングの喪失の単純な結果ではないと考えられる。ジンガ種は小児期に最も一般的に発生する腎臓の癌であり、H19 との関係が報告されている。 細胞内での H19RNA の正確な役割は現在明らかにされていない。様々な物質や環境によって H19 の転写が活性化され H19RNA は細胞周期に様々な影響を与えることが知られているが H19RNA がどのようにしてこのような影響を与えているのか正確な機構は不明である。 H19 の過剰発現とステロイド受容体の存在に相関関係が見られることが示されている。主要なエストロゲンである 17β エストラジオールとコルチコステロンは子宮での H19 の転写を個別に促進するがプロゲステロンの存在下ではこの影響が阻害されることが示されている。タモキシフェンはエストロゲンと競合的にエストロゲン受容体に結合し、 乳がんの化学療法に多く利用される。MCF-17 細胞では、17β エストラジオール単独では、H19 の転写が促進されるが、タモキシフェンの転化によって阻害されることから、H19 の転写に、ホルモンが関与している、可能性が示されている。H19 を発現しない、膀胱がん細胞株、T24P を、CMV プロモーターの制御下で、 H19 を発現する DNA コンストラクトでトランスフェクションすると元の T24P 細胞や H19 アンチセンス DNA コンストラクトをトランスフェクションした T24P 細胞と比較して多くの変化が生じる。これら3つの細胞株は 10%FCS での増殖に差は見られないが 0.1%FCS で生育を行うと H19 をトランスフェクションした細胞では生育速度が維持されるのに対し他の2つの細胞株では増殖速度が約50%低下する3つの細胞株で 0.1%FCS 倍地中での P57 の誘導を測定したところコントロールとアンチセンス H19 トランスフェクション細胞では P57 が大きくアップレギュレーションされるのに対し H19 トランスフェクション細胞では 10%FCS と比較して 0.1%FCS における P57 の大きなダウンレギュレーションが見られる。さらに、細胞周期の S 期の進行に必要なピークなの、発言は3つの細胞株すべてで大きくダウンレギュレーションされているが、コントロールとアンチセンス H19 トランスフェクション細胞では、 約80-90%低下しているのに対し、H19 トランスフェクション細胞ではわずかに30%であった。H19 トランスフェクション細胞とアンチセンス H19 トランスフェクション細胞で発現している遺伝子の違いを調べたところ、以下がアップレギュレーションされていた。アッパー、CSRC、TYK2,C 準、JNK1,JAC1,TNF。 アルファ、インターロイキンマイナス6、HBEGF、アイカムマイナス1、NF カッパ B、F リン A4、エズリンなどである。また、アンギオゲニンや FGF18 が H19RNA の転写標的である可能性も示唆されている。H19RNA によってアップレギュレーションされる遺伝子が関与する機能やシグナル伝達経路を明らかにした結果からは、 H19RNA が主要形成において組織の浸順、郵送、血管申請に重要な役割を果たしていることが示唆されている。また、H19 の過剰発現はチオレドキシンを転写後段階でまさに調節していることも発見されている。チオレドキシンは細胞内の代謝と関係した酸化還元反応に不可欠なタンパク質であり、 H19RNV を過剰発現しているが、組織ではしばしば高レベルで検出される。H19 の発言とイグフニの発言は密接に関連しており、両者は胎児の発生時には同じ組織で発言しているが、異なるアレルから発言している。こうした発言の協約はインプリンティングの喪失やプロモーターの変異によって失われる。 父親由来のアレルの H19 プロモーターのコメチルカはイグフ2の父親由来のアレルからの発言に重要な役割を果たす。DNMT ソ損マウスでは父親由来のアレルの H19 プロモーターのメチルカと抑制が行われないため父親由来のイグフ2のアレルもサイレンシングされている。この H19 とイグフ2の発言の緊密な協約は同一の3。 遺伝子エンハンサーを共有しているためである可能性がある。この3エンハンサーを結出すると、腸、肝臓、腎臓で H19 とイ g f 2の RNA の発現は低下するが、これらの遺伝子のメチル化状態は影響を受けない。イ g f 2ではなく H19 が3エンハンサーによって優先的に活性化される理由としては H19 が イグフニよりも強いプロモーターを持っていることや H19 遺伝子がイグフニ遺伝子よりも3エンハンサーに物理的に近いことなどが考えられる。母親由来の H19 遺伝子と父親由来のイグフニ遺伝子が結出したマウスでは出生体重や出生後の成長に野生型との差は見られない。しかし母親由来の H19 遺伝子のみを結出したマウスは 体細胞の過成長を示し、父親由来のイグフに遺伝子のみを結出したマウスでは、体細胞の成長不全が見られる。このことは、H19 の喪失は自主的ではないこと、H19 の発言がイグフ2の抑制を支配していること、母親由来 H19 遺伝子結出マウスで観察される過成長の原因は、イグフ2の過剰発現であることを示している。 細胞内での h 十九 r n a の機能は明らかではないが多くのタイプの癌細胞に h 十九 r n a が存在することは初期診断、癌の再発、悪性度のマーカーとしての可能性を示唆している。癌細胞では h 十九プロモーターが活性化されていることから h 十九プロモーターを遺伝子治療に用いて主要細胞で細胞障害性遺伝子を発現させることが 提案されている。現在、H19 プロモーターを用いて、細胞障害性遺伝子を発現させる遺伝子治療の試験が、マウスで行われている。H19 遺伝子調節配列を含み、ジフテリア毒素のエイサを発現させるプラスミドは、氷剤性膀胱癌、卵巣癌、水癌の治療としての臨床試験が行われている。p c 百十九と命名された。 このプラスミドは分裂を行うすべての細胞に侵入するが主要細胞にのみ存在する H19 転写因子によって DTA の発現は引き起こされるため正常な細胞に影響を与えることなく主要を破壊するという標的治療となっている。氷剤性膀胱岩の治療薬としての b c 百十九の二施設での容量全増代合、臨床試験では プラスミドと関連した重篤な有害事象は検出されず、治療容量やレジメンがまだ最適化されていない患者を含め70%以上の患者で使用縮小効果が観察された。これまでに PC-819 は、氷剤性膀胱癌、卵巣癌、転移性肝癌の治療を目的としたコンパッションレートユース試験が行われている。 根治的膀胱切上の候補となっていた、膀胱が癌患者に対する2004年の治療では、癌の再発や副作用もなかったことが報告されている。卵巣癌の患者では、血液中の卵巣癌、マーカータンパク質 CA-125 の量が50%減少し、腹水中の癌細胞の数も大幅に減少した。転移性肝癌の患者では、 PC-819 の腫瘍への直接注入による治療が行われ、かなりの腫瘍へしが見られた。ほとんどの癌のタイプで H19 の発言プロファイルが知られているが、薬物治療に対する癌細胞の応答に対して H19RNA が及ぼす影響はまだ明らかではない。しかし近年の研究では H19RNA が大量に存在する場合、 癌細胞では、チオレドキシンと P95 が発現することが発見されている。この知見は、より個別化された癌治療計画につながる。例えば、H19 を過剰発現した癌細胞における P95 の発現は、薬剤の毒性に対する高い抵抗性を示している。可能性があり、H19 の発現量が多い癌患者に対する治療は、 化学療法ではなく、放射線療法や免疫療法を中心に行った方が、有効である、可能性がある。オンライン、マンデリアンインヘリタンスイマン H19G-13280。ありがとうございます。